多分ここで自信がなくなったというか、輪郭全部ここ3点、1点、2点と、あの完璧に近いと思いますね、元気は結構足りないとこないんじゃないですか。ぶっちゃけ別に今のままでも全然いけて、本当にやりたいシグマがいてるけど、これ以上が分からないだけだから。お疲れ様です。お疲れ様です。レンさんからおとといくらい電話来て、はい、リンさんが悩んでるらしいと、整形するかしないかみたいなところで、レンさんにいや整形関係なくないみたいな、そういうふうに言われたっていうふうに聞いたんですけど。言われましたね。ちなみにどこ整形しようと思ったんですか。もう全部、輪郭全部、ここ3点、1点、2点と、あのもうかっこよくなるに越したことないじゃないですか。そこも足りないなと思って、レンさんに相談した。そしたら、まあ違うよー、レンさん的には思うことがある。あると思いますね。1億目指すために、はい、まあ、レンさんにアドバイスをもらうとって、自分の中で足りないなとか、まあ、顔以外で、はいはい、あったりするんです。まあ、なんか移籍して、多分今、ナンバーで言ったら、ナンバーギリギリだったり、まあ、先月は初めて外れちゃったんですけど、11位でした。そうそう。病んでるとかではないですけど、若干、折られた部分もあって、若干。で、多分ここで自信が、なくなったというか、自信持って目見て、俺こうなりたいんだよっていうのが、言えてないのかな。2年おじさん、ありがとうございます。なんか元気さんが今、はいはいはい、整形しようか悩んでた。出た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 。なんかそれ多分発端が僕が整形した側なんですよ多分。違う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 。見た目が変わってて、見た目が変わったことによってなんか結構やっぱり変わってくるものなの。自信とかも違うし、なんかちゃんと自信ついて、ちゃんと自信ある接客できるみたいなのはあります。自分の中でマックス点を早くもう出したいなっていう、でももっとかっこよくなりたいなっていうの。でもちなみに今かっこよすぎるから、これ以上整形してお国とか取られたら、僕ちょっとあんま目立てなくなっちゃう。うるせえ。うるさいうるさいうるさい。元気が、整形をしたいと。あ、元気が、整形したい。整形いる元気。僕も正直そう思って、元気さんの気持ち知ってるかなと思って。まあ、話す機会は、やっぱり、多いっすよね、やっぱ元気は。先月のシーズンもなんか、負けそうな顔して最後の最後に、逆転してましたけど、ユウシがまあまあ600、700点前ぐらい、でも負けてるし。お前叩きにしてんだよって言ったけど、負けた。負けたよ。いやでも先月はね、俺も元気もマジで落ちちゃったから、まあ、元気がナンバー11になっちゃってめっちゃ煽ったろっかなって思ったんですけど、なんか自分のことぐらい悲しかったんですよね、やっぱその元気がナンバー漏れるっていうのは。なんか一緒にナンバー入ってきたから、そうなんかね、お互いいろんなこと言い合えたし、まあ、ナンバー11もすごいすごいんですけど、本店の11もそう、まあ本人も悔しがってたし、なんか、まあ、不思議とね、ちょっとキモいんですけど、なんか俺もちょっと自分のことかのように、まあ、自分のナンバー下がったのもあれだし、元気が外れたこともなんかこう2倍で悲しかったから先月は。まあその整形っていう手段でまたその自信を戻して、自信を戻して、あのまた売り上げ波に乗せてくれるんだったら、そういう意味の整形だったら、もう全然あり得る。顔以外でどこか足りないな。元気ですか。ないんじゃないですか、正直思い浮かばないです。あの会話っていうか、その接客も面白いし丁寧だし、足りないとこないんじゃないですか、正直。本人には絶対言わないけど、調子乗るから。
僕は結構完璧に近いと思いますね、元気は結構。今日ちょっと忙しすぎて営業中取れなかったでしたけど、はい、今日締め前っていうこともあってめちゃくちゃ混んでますね。そうですね、昨日もやばかったですけどね、この3日間ずっとやばいっすね。元気さんとかゆうさんとかいろいろな話を聞いてたんですけど、本人的にはちょっと自信をなくしつつあるんですけど、まあ、もちろんそのホストだからかっこよくなり続けたいっていうのプラスアルファで、そのやっぱ自信をつけるっていう意味でも整形、一種の結構壁に当たった時に整形する方って多いと思うんですよ、この間の UI とかっていう側面もあるのかなと僕は思ったんですけど、いやもちろん別にそれは別に悪いことじゃなくて全然いいんだけど、いや元気別にかっこいいし清潔感もあるしキャラも俺は立ってると思ってるから、ぶっちゃけ別に今のままでも全然いけて、その中で自分に顔に自信がないのであれば別に整形してもいいんだけど、多分問題はシンプルにもう上げ方がわからない、それ以上がわからない、何につまずいてるのかがわからないっていう状態だと思ってるから全部教えるだけだと思う。別に努力してないわけで毎日サボってるとか本当に気持ち的にそんな売れたいと思ってないとかからこれぐらい止まってるんじゃなくて、本当に売れたいシグマがいてるけどこれ以上がわからないだけだから、何したらいいかわからないだけだから、それは俺が別にタイミングでこのタイミングで教えよう、やっと詰まったんだなって感じだから、別に結構みんなつぶさくような内容なんだ。元気みたいな真面目なタイプはそうなるかもね。VS でやろう。あ、うっすで、なんか、LINE で来てたやつだけど、人間の中で何をしたら売り上げが上がるか分かってる？何をしたら今より売り上げが上がるだろうなって思ってるの？自分の価値を高めて、それを知ってもらって、買ってもらう人が増えるか、もしくは自分の価値を高めて、高く買ってもらうか、かなって。すごい大事だし、別に間違えてるとかではないんだけど、人間はそれをずっと意識してるから、店としてとか、幹部としてとか、店のことで正直文句言われないだろうな、俺一人やってるだろうなって正直思うじゃん。で、だからこそ何で俺これで売り上げがないのとか、見た目的にもぶっちゃけ負けてると思ってないし、そんなに正直、整形って言ったけど。なのかなぐらいでしょ、別に。うん。価値高める手段としてっていう。顔かっこよくなるかなぐらいでしょ。顔とかそういう話じゃなくて、何を分かってないかって言ったら、はい、人を分かってない。女の子とか。女の子も、男の子はまだまだだと思うから、とりあえず一旦置いといて、女の子とかもそうなんだけど、普通に仕事を頑張りたい、店のこと頑張りたいっていうのは別に伝わってると思う。じゃなくて、その子に俺は何ができてあげれるか、元気が私に興味あるなとか、そこが俺は少ないんだろうかなって思ってるよ。そこを分かってないだけだと思う俺は。だから一定ラインの関係値以上も気づかないし、なんとなくでとりあえずみたいなぐらいだと思ってて、距離があるないとかではなくて、かける言葉が綺麗すぎ。例えばだけど、じゃあ締め切りなんか最後隣にいてほしいですとか。え、ああいうのじゃさ、特別感を持たせようと思って言ってるじゃん。が、ひよってんだよって話してる。女の子に媚びを売ってるの、完全に。常に合わせて、切れないように切れないようにみたいな。そうっすね。うん。がダサい、普通に。価値高めると言ってるけど、SNS 上とか、それだけで実際安く売ってる。実際媚びてる。だから高く買われない。わかる？これだよ。なあ、もっと自信持った方がいい。どうせ俺売れるからって。今が全てじゃないから。ガチ。しっかり自分の意思を曲げないで、自分の意見をご利用してわがまま通すとかって話じゃなくて、相手もちゃんとそれの方が幸せなようになれるよっていう形でちゃんとしてあげるんだよ。俺がこうしてあげたり、これを分からせてあげた方が、この子と成長するだろうなって思う瞬間絶対あるじゃん。それったらそれをちゃんと伝えないといけない。自分が切れるかもしれない中で喧嘩になるかもしれないけど。お金のために動いてたらそれまでになっちゃうから、そこが、絶対足りないと思うよ。で、もう完璧。はっきり言って。仕事に何にも文句ないし、俺言わないじゃん。思うしよ。演技は絶対伸びるなと思うし、大丈夫なんだけど、そこは分かってない。なんか移籍して、若干、まあ、切れるの怖かっただったり、まあ、こう、守りに入って、幹部だったり、なりたいとか。元気が見た数字は、4、500万。でも、俺に言ってきた元気が言ってたのは、歌舞伎町一番です。
言ってることとやってることが違うよ。はっきり言って。何にひよってんだかわかんない。通過点でゴールみたいな立ち回りしてる。まだ守るような立場じゃないし、数字じゃないし、守れるような実力じゃない。攻め続けてミスってでもいいから、それでも攻め続けてストレス感じて、やばいやばい売り上げ落ちちゃう。でも攻め続けてたらどうにかなるって感じ。必死できつってなっても。それだけ。焦って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 みたいな。なんだかんだこれぐらいは守れてるから、OK。じゃあ残りでできるだけ頑張ろう。みたいな感じ。頑張ってないわけじゃない。サボってるわけじゃなくて、全うしてるよ、もちろん仕事を。でも元気が求めてたのって別に1000とか1億とかっていうその数字が2億とか3億とか、その、めっちゃ上なわけじゃん、もっともっと今より。なのに、今でそんなキープみたいなのにこびこび言ってたりとか、なんかごちゃごちゃなんかちっちゃいことしてても意味ないわけよ。ビビんなくていい、全く。てか、その対応変わって、対応が変わるとかじゃないよ、別に。かける言葉とかが変わるだけで。やることは変わらない。時間を使わなくなるって話しないから、俺は。まあ、移籍して、お願いっていうか、まあ、ついてきてもらって、たのに後悔させたくないなっていうのは。後悔しないために売れないといけないんじゃないの？成長しないといけないんじゃないの？結局伸びなかったら何の意味もないやん。そっち大事にしつつ、この子も大事ではあると思う。そうだよ。だから俺が大事にしないって言ってるわけじゃなくて、だから使う時間動向とか変わるとか言ってるわけじゃなくて、もっとかっこよくなってしまうだけ。横並びのさ、同期でさ、仲いいかもしれないけどさ、売れてない時にさ、お前ちゃんとやれよっていうのとさ、まあお前仕方ないめ頑張ってるよなって、日本語みたいな友達同士でやってるってあるやん。それをやってんのよ、要は。女の子同士で。はい。で、本当にそいつが大事なんだったら、そいつに対してお前これ良くないからちゃんとやれよみたいな。もし喧嘩になった時にやるやん、めんどくさくなったとしても。これをしろよって言ってんの俺は。上からなっちゃいけ成長させてあげたいっていうのは違うかもしれないけど、でかげに向き合って話し合ってほしいよ。あげるよ、別に。俺も。男の子も女の子も全部そうするべき。絶対。お金とかじゃないから、これは。それを分かってくれないっていうのは、自分が分からせてあげれなかったとか、自分が分からせてあげるような技量がなかったってだけは自分を責めて。女の子が分かってくれなかったとクソダサいから。でそこに対してひよってるからずーっと止まってる。そうですね。めちゃめちゃいいのに、内容めっちゃいいのに、なんで数字がついてこないの？そこ。どこまでこっから新規をってたら、新規とか紹介とか結構めっちゃ頑張ってるじゃん。正直いいじゃん。でもなんだかんだ数字伸びなくない？それだから。向き合い切れてない？伝え切れてないっす。いや、ダサいっすね。ちゃんとホストとして向き合ってないっすね。うん。なんか、普通にいいやつ。うん。なんか分かった？はい、めっちゃやってますね。絶対やってるから。はい、うん、めっちゃ感じるもん。見てないけど、ずっととかはいないけど、普通に分かる喋り方で女の子と。そこ。元気だよね、それだけ。かな。ありがとうございます。はい。さあ。どうでした、レンさんと話してみて。いや、でもむずいけど、むずいというか、今のレンさんの考えを全部、こう、インプットして、うん、変わんないと、移籍した意味もないのかなっていう。こう、なんか変わんの怖かったのはあったんですよ。だからそこは、うん、自分のためにも、応援してくれてる子のためにも、変えていきたいなって思ってます。いや、ビビってんすよ。ビビってる。どっかでやっぱりなんか移籍してこうね、切れるのが怖いみたいな。ビビってるなって自分でも思う。うまくやろうとすんなってことですよね。そうですね、そういうことですね。うまくやることはいいことなんですけどね、本当は。なんなんなんで器用ってことですね。いや、怖いんだろうな。病んでる、病んでるな。病んでないから。病んでないから。頑張ってます。病むとすぐ鍋でコトコトしだす料理。でストーリーになんか長文。伝わんねえ。長文をストーリーを。まあ俺の株上げようとすんなよ。いや可愛い。めっちゃ気にしてくれるから。ない、気にしない。前回の動画で融資悪者になってるってなんかめっちゃ気にしてくれて。いや、そんなことはないよね。俺は全然いいし、まあ、気にしてないから。で、今度なんか TikTok 一緒にやりますよ。二人のチャンネルってことですか、アカウントか。そういうこと。チャンネル名どうしよう。あれも決まってない。フナカ、フナカーズ、フナカ
闇闇闇闇じゃねえよ。やんでねえよ。闇闇元気やん。闇闇クッキングとかいいんじゃん。元気やんでんの。やんでねえよ俺も。えやんでねえよ俺。何も忘れたのに。まあ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 。なんでその顔で俺負けてんだろう。こいとこだ。こいとこ。こいとこやわ。ほんまにいいライブが持ってよかったなって思ってます。いやーなんかまあ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 、まあ、最後勝てばいいわ。